はい、塩見です。ちょっとですね、台湾と九州がどちらが大きいか問題っていうのが僕の中でありましてですね、というのはですね、バイク、レンタバイク借りて台湾一周しようと思ってるんですが、どれぐらいの大きさなのかっていうのはちょっと分かんなかったんで、いろいろ調べてみるとですね、だいたい九州と同じぐらいという話が出てます。でですね、調べていくと台湾が、35,980km 九州が 35,640km ということで、九州っていうのはこれ本州だけ、を含めると若干台湾の方が大きいんですね。で、台湾の方が大きいですけど、九州って九州のその本土だけではなくて、対馬や天草や五島列島みたいなのが九州ありまして、そういう面積を含めると42,194km あるということで、台湾の離島を含めても 36,190km だそうです。これだと台湾よりも九州が大きいということになるみたいです。でですね、結論から言うとですね、ほぼ同じ面積という感じですかね。ということでですね、今年できれば、台湾一周をレンタバイクで走ったらどうなるかっていう動画もですね、撮っていきたいかなと思っております。今回はとりあえず台湾と九州どっちが大きいか問題っていうんです。ちなみにウキペディアの島の面積では九州は 36,749km で世界36位、台湾は 35,801km で38位ということになってるらしいです。ということで、台湾と九州どっちが大きいのか問題でございました。まあほぼ一緒っていう感じですかね。はい、じゃあ、とりあえず次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。